大和ボーイズ来ましたよね。はい、これなんかいろいろ教えてもらえるってことで、ちょっと聞いてみましょうか。はい、これね、番手はルビアスの LT2500S、 LT というか FC、 フィネスカスタムの方です。フィネスカスタムの、こちらがですね、ルビアスの FC フィネスカスタム LT2500S という番手で、はい、ボディは1000番で、スプールは LT の2500番というモデルなんですけど、自重は 155g というかもしれない、まあ、2500番クラスでありながら 155g と非常に軽いで、シルキーな巻き心地が体験できると。で、まあ、先ほども説明した通り、非常にカッチリした、巻きが体感できると。これによって僕が使った使用感なんですけど、巻いてる最中のノイズが少ないで、巻きが安定することによって小さなね、潮流の変化とか、魚の当たりとか、そういった情報が伝わりやすいと。それがルビアスのいいところかなと。さらに、強くなって耐久性も大幅にアップしましたので、ぜひとも使ってみてください。厳しめにお願いします。巻きに挟んで線にして、ヒールの力だけでガーッと巻いちゃってください。もっともっと強く、もっともっと、もっと重いな、重い重い重い、途中で止まる感じがあるでしょ。これが旧タイプのルビアス、2015年のルビアスです。で、新型ルビアスはこちら。あ、今のは旧型を試してみたところだったんですね。はい、でガーッと巻いちゃった。あれ負けちゃう、ま、うん、さっきより全然巻きやすい。違う、全然違う、全然違う、なんかカチッとしてる感じが、うん、へー。いざ大物がかかった時に途中で止まっちゃったりとかするのを、こっちのね、新しいルビアスは安定して巻けますよっていう、そういう体験コーナーですね。何を変えたことによってそこまでのパワーの違いというか、やりやすさの違いができてきたんですか？かなり総合的に、はい、あのギアも変わってるし、ローターも変わってたりするんですけど、その全体で決まってますね。例えばこのローター一つ取ると、まあ、これ一般的な樹脂なんですけどね、はいはい、ちょっと曲げてみてください。曲がるでしょうか。で、これが旧ルビアスのローター素材、DS5 に ちょっと硬い、はい、で、これが新型ルビアスのザイオンっていう。あ、全然曲がらない。全然曲がらないですよ、硬い、うん、はい。ちなみにこれが、イグジストと同じマグネシウムと比べたらどう、今イグジストですね、こっちの方が硬い、イグジストより硬い。そう、ザイオンの方が硬い。で、こちらにボディが3つあるんですけど、はい、これがセルテートと同じアルミボディ、これセルテート、まあ、一番丈夫なんですよ。で、これがマグネシウム、イグジストと同じ、軽いな、軽いでしょ。で、これがルビアス、軽い、同じぐらい軽い、うん、ただ軽さで選べばルビアスで、耐久性で選べばセルテーと、はい、その両方取りたければイグジストと、まあ、その代わりマグネシウムっていうのはやっぱり効果になりやすいんで、うん、そのコスパとあと、まあ、性能で比較して、まあ、どれが自分の釣りに向いてるのかなっていうところで選んでもらえるといいと思います。スペックで見たらどう考えてももう軽さのところも今のテストで強さも出てるんだったら、そうですね、巻きの強さもありますね。今のところルビアス一択になる。イグジストの価値ってのはじゃあどうなってくるのかな。イグジストはやっぱ金属の良さがありまして、はい、まあ、耐久性っていう点で言うと、まあ、金属の方がですね、当然海水には弱いんですよ、はい、で、ルビアスは樹脂なので、はい、こっちはね、海水に強い、まあ、腐食しにくいっていう点では樹脂の方がいい。だけどやっぱり金属の強さが欲しいっていう人たちも多い。これが、あ、すごい軽い、軽いですこれ。目玉のあの樹脂でモノコックボディっていうのがこの中身なんですね。そうです、もうこれは
とんでもなく軽いな。で今までモノコックボディって、はい、あのセルテアとイグジストあったんですけど、はい、金属の方が、はい、先に出た理由としては、はい、精度が出たんですよ。金属の方があの精密に作ることができると、はいはい、で樹脂の場合は一見作りやすそうですけど、はい、精度出しが難しいという点で、まあ、2015年から今までかかってしまった。そこら辺が全て克服できて、はい、この難しい成形が完璧にできるようになったから、いよいよ成形に落とし込まれてきた。そうですね、あのギアもめちゃくちゃでかくなりまして、今までのギアと比べると 7% 大きくなって、ここもね肉厚になってるんで、がっちり噛み合うことで、パワーを発揮すると。小さいボディで 7% っていったらかなりの違いになってきそうですね。そうなんですよ。だからこの、まあ、ボディ一杯に入るギア、はいはい、で前はこれに、カバー、ボディカバーっていうのをかぶせて、はいはい、でネジで止めていたんですよ、はい、でそのボディカバーがなくなった分だけ大きくできたんですよ。あ、じゃあどうしたかというと、はい、その上にこのエンジンプレートと呼ばれるものでネジ込み式にして、それで固定していると。でこれ自体がでっかい一本のネジみたいなもんなんで、その数本の小さなネジで止めるよりも力が分散されて均一に加わることで、あの歪みとか歪みっていうものが軽減できる。そこら辺のもう考え方から一新した全ての組み合わせによって、こんだけ軽量で小型ボディだけど金属ボディ並みの、そうですね、だからモノコックだけでこの強さが出てるわけではなくて、はい、全てが統合してネジ込み式だとか。分かったかよ。いい、なんかこんなこうやって体験して旧型と新型っていうの比べられるのってあんまないから。ああ、そうだね、すごいと思った。こんな分かりやすく、どこがだって新しくなったってどこが違うのよっていうのって結構あるから、そう材料云々っていうか、もう実際に体験してもらうと一番分かると思うんで。釣りの世界としてやっぱり毎年展示会があって、毎年最高級がブラッシュアップしていくけど、いまいち違いわからないけど、ここまでちゃんと教えてもらえると、あ、じゃあルディアス買おうかなってなっちゃうよね、うん、ありがとうございます。ぜひね、二重ルディアスよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。2万円後半でこれがいけんだったらね、はい、もう本当ポイント抜いたら多分1万6000円ぐらいまでポイント入れたら、それをやっちゃって 155g でこの先どんな未来が待ってるのかなってな、イグジットとか、もう設計者がそろそろ首吊りそうですですよね、もっと軽くしろって。これ全部入れちゃってこんだけの軽さで、その値段で、軽さ以外のところでなんか大幅にパワーアップしたところってあるんですか。説明受けていただいたかもしれないけど、今まあ強度のところがモノコックのやっぱ強度、はい、強度増しなのに軽くなったっていうのが最大の売りなんで。カイスプールも今回5000円なんで、はい、エグジストとか1万5000円するんで、カイスプール金色ですね。はい、5月に金色のやつが追加出てます。ルビアスに合わせて、あえて言う弱点みたいなのってのは全く今のところないんですか。もしかしたらここは気になるところあるかも。気になるところっていう方変ですけれど、はい、大きい魚メインで釣られるような魚は、はいはい、当然セルテッドの方が耐久性が上です。あ、そこはやっぱり金属ボディでカッチリ、よりカッチリしたセルテッドが強力な魚には向いていて、まあ、ライトゲームで軽快に遊びたいって人はまあこれ一択になってくるということ で、はい、で強さも軽さも両方欲しい方は高いけどイグジスト、イグジストはもう軽さも耐久性も両方兼ね揃える、同じぐらいの軽さで金属ボディを使っているからより剛性感があるのはイグジットだよ。おっしゃる通りです。スティーズはどういう選びになってくるんですか。スティーズのスピニングの上の、スティーズのスピニングの上はあれはバスのフレッシュウォーター専門モデルで、はい、あのオイル BB 使ってるんですね、はい、でマグシールドも入れてないですし、はい、だ回転の軽さとか極端に、あ、そっか、そういうところに尖らしたスペックで出してます、はい、あ、なるほどなるほど。